こんにちは、ミーチョスです。最強のシール術を見つけました。まず先に今の現状をお話ししたいんですが、収納っていうと洋服とかに関しては量が少ないので綺麗を保ってるんですが、紙物やシールはどうしても捨てられない。量がとにかく多い。今ここの引き出しを全部紙物とシール入れにしたんですが、多いと探すのが大変で、こうやってバサバサ探してます。こうやってクリアファイルを小さく切ってシール入れにしたんですが、これもすごく大変で、何枚か重なった途端にわからなくなるのと、違う場所に戻してしまうと探せなくなります。さらにたくさん出すとめんどくさくて、同じ場所に戻すのがすごく辛いです。で、いろいろ考えて、例えばクリアポケットがついてるファイルに綺麗に入れようかなとも思ったんですが、入れるものが少ない時にクリアポケットがくしゃってなるのもすごく苦手だし、それでもやっぱり重ねると探せない問題が解決しないなと思いました。なので最近はなくしたら困るシールとかステッカーをこうやって壁にベタベタ直接貼ってました。こんな収納してる人は他にいるのかな。これを収納と言っていいのか。はい、ちなみにこっち側もこんな感じになってます。で、今回最強のシール術を YouTube で見つけまして、その方法を紹介します。使うのはこの2つのみ、ノート、テープのり、以上です。羊の音のふみさんという方が動画で紹介してまして、その動画を見て、うわーこれだ、もうこれしかないって思って、真似して動画にする許可をふみさんからいただきましたので、今日はシール収納を一緒にやっていきましょう。ちょっと今回前置きが長くてすいません。それでは早速いってみよう。はい、作り方の紹介です。まずノートは、ふみさんは A6 サイズのノートを使用してたんですが、大きいサイズのシールがあるので使ってなかったこの大きいサイズのノートを使います。表紙はしっかりとした厚紙で、この表紙裏にイラストも書いてあってすごく可愛いです。中身はアメリカの学校で使ってそうなノートって感じですね。 A5 と A4 の中間くらいですね。これは確かライト&ドローってお店で買いました。はい、そしてテープのり。これは本当は剥がせるテープのりっていうのを使うとノートに貼っても剥がせるから便利っていうことだったんですが、近所の文房具を取り扱ってるお店に行っても置いてなくて、とりあえずいろんな種類で使えそうなのを買ってきたので、様子を見ながら使っていこうかなと思います。やり方は、シールのこの上の部分に剥がせるテープのりを貼って、このままノートに貼るだけです。で、この方法のいいところが、このままシールが使えるからいちいち出し入れをしなくていいってところです。使い終わったら簡単に剥がせるし、貼り間違えても直せるってところですね。ふみさんはこうやってずらして、同じ種類のシールを2枚までは重ねて使いやすくしてたんですが、今回はページ数も多いノートなので、贅沢にページを使っていこうかなと思います。意外と普通のテープのりでも剥がせますね。ドットタイプなら結構剥がしやすいです。でもページによってはしっかりくっついてしまって、貼り直した時に紙がガサガサっとめくれてしまったので、やっぱり本家の剥がせるタイプの方が良かったなって感じがします。何ページか貼ってみたんですが、ノートが大きいからかバサバサしてしまうので、糊を上下に貼ることにしました。まだまだこんなにあります。めちゃめちゃ量が多いので集中して貼ってきます。はい、できました。完成です。まずトラベラーズの時計のシールは台紙も捨てられないで取ってあるので、これもそのまま貼ってみました。なるべく年代順に並べてみたんですが、買ってない時もあったり、同じのを2個買ってる年もあります。ここの部分をくり抜いてるのは、前に作ったライティングボックスの
この取っ手部分にしました。パラパラめくっててやっぱりわかりやすいし、ちょっとレイアウトに変化を出して遊ぶことができるっていうのが楽しいですね。こうやって細かいシールを貼ってみても可愛かったです。こういうファイルとかについてたシールも捨てずに取っておくっていうのがちょっとね、自分でもね本当にやばいなと思いました。でも意外とこうやって貼ってみるとトラベラーズノート系以外はシールの種類が少ない気もしますね。あとこれ以外にステッカーはこのステッカー帳にまとめて貼ってあります。トラベラーズノートから出てるリフィルですね。シールの台紙みたいな素材なので、これもパラパラめくれて使う時にすぐ取れるっていうのが気に入ってます。ただこのリフィルを買い足そうかなと思ったらもう売ってないかもしれない。購入ページが見当たらなくて、もしかしたら販売がシリーズごとなくなってしまったのかもしれない。わあ残念です。あとフレークシールに関してはやっぱり別の収納方法がいいんじゃないかなと思ったので、どうするか考え中です。何かいい案があったらぜひコメントで教えてください。付箋系もこのノートに貼ろうかなと思ったんですが、相当厚みが出てしまうので、今のところノートにこうやって貼っておくか、壁に直張りのままでいこうかなと思ってます。壁の収納っていいのかな？ちなみに、今ノートの半分まで行ってないんですが、厚みはこんだけ出ました。これ最後まで貼ったら相当分厚くなりそうですね。はい、以上です。今回は羊の音ふみさんの動画よりシールの収納方法を真似させていただきました。ちょっとね、最終的には違うものになってしまった気がするんですが、もう個人的にはもう大満足です。ふみさんのチャンネルを概要欄に貼りましたので、ぜひ覗いてみてください。A6 サイズでめっちゃ綺麗に収納されてますので、その違いもぜひ確かめに行ってください。なんかね、イラストレーターをされてて、絵本作家でベーシストもしてるっていう多彩な方で、声も素敵で、説明もめっちゃわかりやすいです。はい、ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。